ハドソンです。ハドソン、まだ始めていないのか。もう間もなくです。アドラーは西ベルリンに隠れ家に着く頃です。信じているのか。ブラック、私にそれを聞きますか。彼のチームはどうだ。強力ですよ。シムスやアズレイも加わるだろうし、 MI6 からヘレン・パークも引き抜くでしょう。メイソンとウッズも合流します。パークはどうだろうな。彼女は前もアドラーと組んでいた。きっと参加させますよ。それと新人がいたな。ベルですか。その話はまた今度。まだ注意が必要です。ベル、西ベルリンへようこそ。俺たちには使命が。パーク、アドラ、ベル、始めようか。この2日間ロシアの通信量が増大している。CIA と国防総省が内通者と接触を試みているが、今のところペルセウスにつながる手がかりはない。 MI6 も何も掴んでいない。とにかく前に進むぞ。過去の情報を洗おう。1968年ベトナム、ペルセウスに最も迫れた場所だ。くそ、あの任務はまだ終わってないような気がしてた。ダナン襲撃で得た情報をパークに渡せ。彼女が MI6 と相互参照を行う。手がかりになりそうなものなら何でも。暗号通信や NBA とロシアの活動とか。分かった、ここでベルの出番だ。ソガでは CIA でもベストの人材を求めていた。だからまたお前を呼んだ。ミッションボードに向かえ。ダナンに遡ろう。ペルセウスへとつながる何かがあるかもしれん。いいかベル、ベトナムに戻ろう。初めてペルセウスが網にかかった時だ。68年の1月、俺たちは CIA とソグの合同特別部隊としてダナン近くの第3海兵連隊に配属された。ソビエトの作戦が進行中との噂があり、ソグはそれを監視していたんだ。ペルセウスはベトナムでは知られていなかった。それがダナンで変わった。ペルセウスはフラクチャー城作戦を嗅ぎつけたんだ。フラクチャー城、あれは大失敗だったぜ。ハスキンズから出撃したよな。ああ、クソみたいな場所だった。そういう記憶を思い出して。どんな些細なことでも、顔や名前、ペルセウスにつながるものなら何でもいい。まったく気が遠くなるぞ。雲をつかむようなもんだかもな。だが不可能じゃない。俺たちには使命がある。フラクチャー城、あれは大失敗だったぜ。ベル、そろそろ起きろ。出発しよう。ハスキンズの一日が始まるぞ。俺たちにとってはまさに砂漠のオアシスさ。ここは安全だ。よーくんちゃん、腕の調子は。まだ死ぬほど痛いが、こうして動かせるぜ。シムス、そんなもん読むと失明するぞ。ああ、だからこそ頭に入れとくんだ。ベルはシムスと行け。チームワークが肝心だ。新たな任務だぞ。敵陣営がよだれを垂らして欲しがるアセットを
リップコード前進基地が守ってる。アセットって一体なんだよ。引かない方がいいもんだ。リップコードは派手にやられちまってる。アセットを確保し脱出するのが俺たちの仕事だ。安心しろ。この任務のために戦闘航空支援を要請した。楽な任務になるだろう。無線を使え。さっき準備できた応答しろ。バジャーナイナー1だ、いけるぞ。バジャーナイナー2、離陸可能。バジャーナイナー3、ローターサード。前期ゴーゴーゴー、緊急発進だ。前期離陸せよ。お前ら気分はどうだ。おいおいアドラー、なんで嫌な予感がするんだろうな。いい感してるじゃないかシムス。だが蓋を開けたらいいニュースかもしれないぞ。リップコードのアセットは少し後回しだ。俺たちは変態を離れて回り道する。それがいいニュースかよ。情報源から街に大物がいると報告があった。ペルセウスと呼ばれるロシアの工作員だ。ああマジか。やる気十分だなシムス君。このタレコミが正しければ俺たちは大量の機密情報を得られるぞ。初めてペルセウスが網にかかった時だ。これより村に接近する。ラジャー着陸地点を確保する。 RPG 直通、奴らを攻撃しろ。いたぞ彼らは。どうだ。聞いたか？ベル、出番だ。ドアを開けろ。フラッカー！アドラ、確認した。ソビエト人がいる。確かか？目の前に転がってる死体はベトナム人には見えないぜ。ベル、通信記録を回収しろ。
誰と話していたか調べよう。よし、情報を手に入れた。脱出だ。よくやった。しっかり持ってろよ。これより迎えに行く。よし、変態に戻って例のアセットを回収する。はいぞ。
スは嗅ぎつけたんだ。シムス、ベル、大丈夫か？成功か。まあ核爆発は防げた。何より大事なのはペルセウスの情報を得たことだ。言ったろ、俺たちには使命が。まだ終わっちゃいない。あと少しだ。